YouTube をご覧の皆さん、こんばんは、かなりイエローです。このチャンネルでは、主に海外のローグライクゲームを扱っていますが、このジャンルはざっくり分けて2種類のゲームがあります。それは、ロールプレイができるかできないか。ロールプレイとは、例えば、好きな映画や小説のキャラクターをゲーム内で再現するとか、食事、睡眠など、人間の生活をリアルに体験するといった要素があると思います。 現在はローグライク全体で緻密なロールプレイとは逆の方向へ進むトレンドがあって食事やアイテムの重量制限などそういう細かい要素が削除されている非常に遊びやすい反面ゲーム内のキャラクターになりきったりフレイバーを味わうという要素は薄くなっていますねもうひたすらモンスターを倒すだけというゲームが増えています今回ご紹介するのはまだまだ未完成であったりゲームのバランスがあまり良くないしかし一方でロールプレイとして可能性がある そんなローグライクです。以前にランキング動画を作りましたが、あそこに入っているゲームは原則除外して、割と新しいゲームを選んでみました。このチャンネルでは、ダンジョンクローラーやローグライクゲームを中心に、海外ゲームをたくさん紹介しています。皆さんもしよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは紹介していきましょう。ストーンシャード、最高のグラフィックで遊ぶ、中世ダークファンタジーローグライク。開発の遅さ、序盤の難しさ、 ゲーム全般の癖の強さから、バージョン0.8系の現在は、スチームでは賛否両論なゲームとなっています。見た目はすごいんですけど、ストーンシャードは例えるならば、魂の入っていない人形です。これは決して悪い意味ではなくて、プレイヤーがどう振る舞うか、このキャラクターをどう動かすかによって、ゲームの体験が大きく変わってきます。単純にクエストをやっていくだけならば、コンテンツは足りないだろうし、おそらく強いビルドも決まっているんでしょうけど、 この世界で生きる一人の傭兵になって地道にお金を稼ぐ道端の薬草やキノコを食べるそういったある種のシミュレーターのような遊び方が好きならばこのゲームは絶対ハマりでしょうプレイヤーが最初に選択できるキャラクターも全員が独自のバックグラウンドを持っていますこのチャンネルもストーンシャードで動画を作りましたがこのアルナというキャラクターのおかげでだいぶサブスクライバーが増えました V ダメージや怪我の治療など非常に細かい体操管理やセーブできる場所が限定されているなどゲームの中の制約がたくさんあってこれがローグライクとしての面白さと関係があるのかどうかを置いといて非常にリアル志向なゲームではあります。The Doors of Tricius 伝統的なローグライクの要素を持ったオープンワールド RPG 現在最新バージョンは0.4になってますね このゲームはまだ開発の早い段階でメインクエストもほとんどできていません。バージョンが上がるごとにセーブデータの互換性もなくなるので以前にこのゲームをプレイしましたがそう、あのキャラクターは現バージョンでは使うことができません。そこは欠点ですね。しかしお金を払ってこのゲームの開発に投資する価値はあります。全体マップとローカルマップが分かれていてオープンワールド上の移動はスムーズです。 世界全体がランダムに生成され、たくさんの街と探索する遺跡、寺院、それから城が無数にあります。完全なポイント制ではなく、プレイヤーの行動によってスキルの経験値が貯まるシステムで、柔軟なプレイスタイル、遊び方が可能です。料理や読書、ハーブ採集など、戦闘ではないスキルも重要で、そういった細かい行動の積み重ねが、この世界で生活している感じがありますね。このゲームはこれから期待できます。 ゾーバス。ダンジョンズドラゴンズなどケーブルトーク RPG から影響を受けたルールで遊ぶダンジョン探索ローグライク。スコアサーバーがあって明確なゴールが存在するゲームですが、同時にロールプレイとして成立しているのがゾーバスのすごいところです。もしあなたがダンジョンクロイソンスープをやり込んでいて、しかして現バージョンの開発が好きではないならば、このゾーバスは絶対に買ってください。 ダンゾンの各階層には特殊な空間、キャリローへ繋がるテレポーターが存在し、この場所には店やかつての冒険者が集まっています。とても厳しいゲームですが、この場所でビールを飲むのは最高です。ゾーバスでは多彩な種族の冒険者がプレイヤーの仲間になります。人間、ドワーフ、エルフ、ドロー、それから以前の動画ではカバのような戦士を発見しました。 敵や味方のセリフもよくできていて、例えばテレポーターを踏んでしまってメンバーがはぐれてしまう。その後に合流するとちゃんとそれっぽいセリフを言うんですよね。自動生成されるダンジョンも非常に質が高く、ごく石像や盗賊の待ち伏せ、召喚の罠、あるいは野生の動物と遭遇する。そういった具合に全ての部屋にテーマが存在し、一瞬も気を抜けない冒険が待っています。 えっと、おまけです。では逆に、ロールプレイが難しいゲームは何かといったらこれは間違いなく、ダンジョンクロールストーンスープです。アイテムの重量や食事の撤廃、上級者向けのバランス調整など、えー、ここ数年は良くも悪くも議論が絶えないゲームです。多分このゲームは、シングルプレイヤーでコツコツ進めるローグライク RPG ではなくて、他のプレイヤーと競い合う方向へ進んでいくでしょう。